はい、こんな感じで、はい、極上のソースになるんですね。ほぼほぼフレンチです、これ。はい、どうも、料理の俺、サンリュウチでーす。料理の俺、サンリュウチでーす。特に何も思いつかなかった、今日は。ということでですね、おつまみですね、はい、ほぼほぼおつまみで僕の、体が成形されてるようなもんなんですけども、今回はですね、こいつですね、僕あんまりね、魚介、海産物使わないんですけども、今回はアサリ。アサリって言ったら皆さん何を思いつきますかね。まあボンゴレビアンコとかいろいろありますけども、今回は酒蒸しです。僕が一番美味しい、と思っている酒蒸しの作り方を、皆さんに推していきたいと思います。はい、至高の朝蒸しをやっていきます。はい、リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。まあね、アサリの酒蒸しって簡単なんですけども、まあちょっと一つのコツでですね、何十倍にもうまくなるので、これをやっていきたいと思います。まずですね、ニンニクです。ニンニク入れた方がね、うまい。こんな感じで。粗みじんにします。これで包丁終わり。アサリなんですけど、今回 220g。まあ、僕一人用なのでね、ちょっとね、ちっちゃいんですけども、これでも十分美味しくできますんで、温めます。で、ここにサラダ油。大体ね、小さじ1杯分ぐらい。これぐらいでいいです。ニンニクを入れて香りを出していきます。シュワシュワしてる音でいいんですよね。まあ、最高のミュージックを聴きながら飲むので、ビールはうまい。こんな感じでシュワシュワいってきましたね。もうシュワシュワいってきて、香りがねついてきたらですね、これ洗ってありますので、これね入れます。入れちゃいます。お酒です。 60cc 入れます。はい、でも結構ね、お酒だけでひたひたになるぐらいまで入れるんですね。で、火加減は、ね、中火ぐらいでいいです。はい、至高っていうのもおこがましいぐらい簡単なんですけどね、僕が思う一番美味しい味付けです。バターを切っておきますね。はい、8g ぐらいで、ね、時々揺すってあげながら、はい、こんな感じで、はい、あ、もうほぼ開いてきましたね。はい、ほぼ開いてきました。で、開けた瞬間にすごいアサリの出汁と本当にいい香りがしますので、ここでですね、お酒を飲んでおきます。そのまま飲んでもめっちゃうまいな。料理の精神。開いたらですね、すかさずですよ。はい、もう取っちゃいます。これ、ね、まずアサリだけをこっちにね移動させちゃうんですよ。ここで、強火にします。酒とアサリの出汁がめっちゃ出てるんですよ。煮詰めます。結構ね煮詰めちゃっていいです。凝縮していきます。お塩なんですけども、これ5分の1 2,3 つまみぐらい、とろみがついてくるのね、これね、ソースにね。今ね最大限の旨味、煮詰めんの、これね意外とやってない人が多いんですよ。これやってください。めちゃめちゃこれだけで美味しくなります。これが至高たる部分です。残りのつゆ結構煮詰めます。3分の1ぐらいになりますね。でここでバター入れていきます。はい、こうやって水分と交わせていきますね。だんだんね、バターとねこの煮汁が一体化していくんです。極上のソースになるんですよ。味見しましょう。わあ。このソースはね、お魚のソースとかに、できます。もうほぼほぼフレンチです。このソース最高にうまいから。さらにこの、たっぷりの、魚介の、アサリの出汁がね染みたねソースをね全体的にかけていきます。醤油は入れない。魚介の香りを、最大限で楽しみたいので、醤油は入れません。僕は塩と、だしとバターだけで、仕上げます。はい、これ、結構かけてください。はい、これがねまたね食感になってね非常に、美味しくなるので、至高のアサリの酒蒸しですね。完成でございます。はい、ということでですね、できましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。これね、ちょっとさっき料理酒で使ったんですけど、うまかったからこれ飲みます。ちょっとシャレで飲んだんですけど全然美味しいですね。美味しい美味しい。じゃあいただきます。酒蒸しってなんでこんなうまいのかね。たまんなく美味しい。ほぼフレンチですねこれね。残りの汁、凝縮したスープがマジうまい。もうね、スープだけでいい。うん、これは日本酒だ。日本酒で、煮たスープと日本酒をね、煽るっていうね。うん、
まあ、今回はこれでやったんですけども、これね、残りのスープがものすごい美味しいので、パスタに絡めても相当美味しいです。アサリってすっごく旨味を持ってるので、これに関してはですね、いらないんですよね。僕の大好きな化学調味料が。これね、同様にハマグリとかでもものすごく美味しいです。お家でできる最高に簡単で最高に美味しい料理だと思います。塩はね、お好みで調整してる。今回ね、ちょっと濃いめになってます。はい、なので、牛味が好きな方は、一つまみ、また二つまみぐらいでいいと思います。魚介の出汁をこんなに凝縮されると、こんなに旨味が出るんだなっていうのを皆さんに体験していただきたい。あとね、バターの香りもすごく効いてます。至高の名に恥じない出来になってます。しかも、簡単です。ぜひぜひお試しください。はい、ではですね、今回の、料理。美味しそうだなとかですね、やってみたいなとかですね、僕と一緒に、このつまみで飲んでみたいなと思っていただいた方は、うるさい、ぜひチャンネル登録をお願いします。